本球界に怪物現る阪神タイガースドラ1ルーキー佐藤輝明を占う。さあ、はい、先生、本日はですね、阪神の、ドラフト1、4球団が競合したこの佐藤輝明選手について、はい、占っていただきたくお願いいたします。はい、さあ、まずあの彼の誕生日がこれ見てください。はい、昨日のね、これ甲子園ですよ。すごい。今日はね、あのスタッフさんに熱烈な阪神タイガースファンがいらっしゃって、ね、もう無理やりねじ込まれた佐藤、どうしても佐藤君見てほしいと。でもこのここで見た時点で笑いが止まらないです。すげえな。でも今運勢もほら、あ、運勢も運勢も甲子園です。もうこれダブルダブルできてますね。これはもういい、はい、もうはっきりといい。そうですね。はあ。ちょっと笑いがずっと入ってるんですよ。笑いが止まらない。じゃあもうブレイクはもう間違いない。であとこの月人格って言いまして、はいはいはい、これはもうこの木が一番強まった時に生まれてますから、はいはい、いわゆるバットがすごい硬い強いバットで打てるっていう。おーおーおー、そういう、うん、いいですね。すげー。じゃあ今後も結構安泰の、はい、まさにこれ召喚って言って まさにこの職称って言ってスポーツ選手の面識ぴったりですね。ぴったり、まさしく、ね、これ佐藤選手っていうのが結構珍しくて、ね、高校時代はそんなに、ね、その騒がれてる選手じゃなくて、ねね、で大学でもう大ブレイクして今っていうことで、ね、高校時代なんならサッカーやろうかと思ってた。あ、そうですね。そうするとここダメですよね、はい、ちょうど高校。あ、よくなかったんですね。はい、だからやっぱり大学の年代の方がいいですね。はい、へえ、これもやっぱ出てるんです ね。いやもう本当に、じゃあもうタイガースにも導かれるように。それでもう全然いけますよ、これから。あ、今後とも、もう長い目で見て、いいですね、佐藤くん。もうここまで行ったら、直接聞きますけど、なんか佐藤くんに聞きたいことあります。注意した方がいいこととか。はい、完全に女性関係です。あら、女性関係、ちょっと。いや、これはもう寄ってきますよ。いこれは、仕方ない。仕方ない。これはもうしょうがないですけど、そこら辺じゃちょっときっちり締めていただいて、もう活躍するということで。これもちょっと僕も個人的にあれなんですけど、やっぱ今の日本の野球選手、やっぱメジャー志向もある人も多いと思うんですけど、どうですかね、海外とかは。そうですね、ここら辺可能性ありますね。あ、やっぱり30ぐらいになってきて、まあでもそれで見ても10年ぐらいはってことです。大丈夫ですね、全然いけると思いますよ。いやもう本当に本当に嬉しそうですよ、今カメラ回しながら。いやちょっと佐藤輝明選手今後、はい、もし、まあ、活躍するということはタイガース自体が、そうですね、現時点でもタイガース調子いいですから、ね、佐藤君の活躍、はい、そして阪神タイガースの今後も、期待していいんじゃないでしょうか。はい、先生今日もありがとうございました。はい、また明日ご覧ください。また明日。